4キロです。足、後ろに それでは皆さん大変お待たせいたしました。本日は水陸両用バスダックツアーにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。本日船長とドライバーを務めます。船長のペーターです。よろしくお願いします。ペーター船長です。はい、そして私今日のワンダ役のクリスティーナと申します。よろしくお願いいたします。はい、クリスティーナお待ちください。こちらのバス後ほどお船になりますので船長の帰宅の合図で出発いたします。左側には受付場のハイジちゃんが手を振っております。はい、ハイジちゃん、そして、ね、前の方にはクララちゃんもお待ちしておりますので、はい、ハイジ、クララ、ペーター、分かる人には分かっていただける。昔懐かしのネタがですね、はい、今時の若い方あんまりご存知だったですね、なかなかボケが通じなくてですね、はい、分かっていただけて助かります。でも皆様ハイテンバスに来たの初めての方いらっしゃいますか？初めての、あ、いらっしゃいますね。はい、お話ししがいがありますね。園内のこといろいろすごいご説明しながら行きたいと思うんですけども、はい、これから45分間ですねお付き合いいただきますが、もうお気づきの通り窓ガラスがないバスに乗っていただいております。窓はあるけどガラスは入っていないというですね、非常に通気性のいいバスになっております。はい、あの風がですねちょっと肌寒いので、寒い方いらっしゃったら毛布をお渡しできますけど、必要な方いらっしゃいませんか？毛布欲しい方、あ、いらっしゃいます。お持ちしますね。ですね、いたのがハーバータウンというエリアですね。でハーバータウンから今ですね、アムステルダムシティに入っております。これが園の中心部分の町なんですね。左側には高いタワーがありますけども、高さ105メートル、このタワーはドムトールンタワーという名前がついてまして、このタワーの麓はタワーシティと呼ばれるレストラン街のエリアになっております。はい、ということでアムステルダムシティなんですけれども、この後終わってしまいましたがチューリップ祭りがあってたんですね。チューリップ祭りのメイン会場は三連風車がありますフラワーロード、まだちょっと咲いております。今ちょっと撤去作業をされておりますが、ここもサブ会場として使われていましたので、まだチューリップ風車がこちらに残っているんですね。そして今 YMCA が聞こえておりますけれども、はい、そうです、ここがですね建物の裏側にステージがありまして、一日中ですねこんな感じのミュージシャンのコンサートとか見ていただけるんですけども、ダンスパーティーなども行われているんですね。ダンスパーティーお好きですか？お好きですか？皆さん上手そうな感じの方々が乗ってらっしゃいますけどね、はい、仮面舞踏会ダンスパーティーが行われてますので、ぜひ、ね、ご参加ください。毎日のようにねこんな感じで踊りに来る方もいらっしゃるんですね。はい、もうダンサーよりも上手になってますよ。もう全部振り付けも覚えてらっしゃるんですね。実はですね、あのこういうダンスパーティーの様子とか YouTube に載ってますので、動画見ていただいて、で振り付け覚えてこられてる方もたくさんいらっしゃるんですね。お客様もいかがでしょうか？1日7回公演の仮面舞踏会ダンスパーティー、ぜひ7回ぐらいご参加されてください。すごくいい運動になります。で左側が、はい、これスリラーシティですね。皆さんご存知のお化け屋敷が集まるエリアとなっております。今ちょっとお客様ね結構いらっしゃいましたけども、空いている時間に行きたい方はぜひ朝一番からお入りください。朝っぱらからですねお化け屋敷行く方あんまりないですね。はい、もう入り放題でございます。でこのエリアの中でですね、お手洗いに行きたくなった方はお気をつけください。ホラートイレという怖いお手洗いをお待ちしております。お化けと目が合いそうなお手洗い、本物がいるとかいないとかいう噂がありますね。はい、そしてこれ左側がアトラクションタウンです。でご覧の通りですね、もう室内で遊んでいただくところが多いところなんですけども、こちら白い大きな建物がありますね。この
壁一面が夜はインベーダーゲームの画面になります。プロジェクションマッピングだったりですね、で同時に20人で遊べますので、ね、20人もいたらね、どれが自分かわからなくなりそうなインベーダーゲーム。そしてゲートを開きまして、今この中に入りました。ここ一般の方が普段入れない場所なんですね。ハウステンボスマリーナ、船の修理とか点検を行うところなんですけれども、はい、でも皆様目の前に何がありますでしょうか。そうです、海でございます。これからいよいよ海への座分がお待ちしておりますので、大事な荷物は押さえてください。いいですか、ここから海に入りますとか言いながらまだ入らないんですね。はい、ね、ダブーンと本当は行くかと思いましたよね、皆さんね。そうはいきません。思えない仕上がりですね。ありがとうございます。どこかで練習してこられましたでしょうか。はい、では本当に本番行きますので、いいですか、ご準備いいですね。では船長の汽笛の合図で入ります。はい、せーの、心臓止まった方いませんね、大丈夫ですね。でさっきですね、あの目の前を、ね、自転車で走っていた女の子がいたと思うんですけど、それがクララちゃんです。はい、ダックツアーのバスですね、園内走ってるとすごく静かで、お客様前歩いてる方気づかないんですね。はい、そして園内クラクション鳴らすの禁止されてもいますので、はい、ダックツアーのバスだけには必ず一人自転車がついてるんですけど、たまにお客様から見て、あ、ちょっとね、あの自転車危ないな、邪魔だなと思われてるみたいで、他のお客様からクララちゃんに向かって、後ろからバスが来てますよって逆に言われることも、はい、たまにあります。ということで皆様すいません、あのシートベルトを外してください。はい、ベルトがもう必要ないんですね。海の中ではかえって危ないので必ず外していただくんです。そうなんですよ、で陸地の上がった後にまだご案内しますので、その時つけてください。でバスの下には救命の海から見るハウステンボスです。あ、移動しているところでも大丈夫ですよ。はい、足元気をつけて動かれてくださいね。でちょっと立っていただいても大丈夫ですよ。はい、そしてね、これヨットハーバーが見えております。140席のお船が収容可能な、これがハウステンボスマリーナですね。日本で初めて海上係留方式を取り入れたのがこのハウステンボスマリーナだと言われております。ここのお船なんですけども、泊まってるお船、ハウステンボスの持ち物ではありません。個人所有のお船なんですね。そう、熊本、福岡、あと大分とか、やっぱり九州のナンバーが多いですね。でもですね、奥の方に東京とか千葉ナンバーも泊まっておりますので、あと海外の方のご利用も多いですよ。でここ泊めるのにやっぱりちょっとお金がかかります。年間停泊料ですね、皆さん気になりますね。聞きたいですね、今後の参考のためにちょっとお話ししておきますね。はい、昔大体8年ぐらい前まではここハウステンボスが実は経営していたところなんです。その時は年間120万円ぐらいしたそうですけれども、今現在は長崎県が経営しております。そして船の大きさにもよりますが、大体年間50万円ぐらいで、はい、ご利用ができるということなんですね。もう半額以下になってますよ、お客様狙い目です。はい、意外と安かったですか。 ありがとうございます。まず船舶免許を取ってからお越しくださいませ、お待ちしております。はい、そしてなんとですね、ここで船上生活しているオーナーさんもいるんですね。船に設備さえあればここで生活も OK ということで、皆様これお船さえお持ちであれば年間50万円家賃代わりにこのハウステンボスマリーナで別荘生活できますよ、いかがでしょうか。実はここから車で15分ぐらい出ますとスーパーマーケット、ドライブストア、病院、小学校、中学校、何でもあります。はい、あ、車お持ちですよね。車ごとお越しください。ただ物資の調達はあんまり困ることはないと思いますよ。はい、皆さんご存知マックスバリューとかですかね。そしてこの左側なんですけど、緑色のですね、2種類お船泊まってます。ウォータースパイダーという名前がついてますが、これ海の掃除機ですね。はい、瓦礫とかが流れ込んできた時にこれが出てきてゴミを吸い込んでいきます。海の掃除機です。今は綺麗ですけども、もっと暑くなってきたらどこからともなくすごい長い水草とかがいっぱい入り込みますね。あとはですね、台風の時もやっぱりですね、木の枝とかいっぱい流れ込んできちゃうんですね。ということで、そういう時はこれが出てきて働いております。で右側の前方のホテルがホテルアムステルダム、先ほど前を通ってきましたよね。オレンジ色の屋根がポポンとついております。こちらのホテルには1日1組しか泊まれない可愛いお部屋がありますよね。ご存知ですかね、チョコレートの部屋っていう、はい、お部屋があるんです。
初から伯爵の館っていうのがアトラクションタウンにありましたよね。レイドさんがお出迎えをするところです。でそこのですね、初から伯爵のお部屋をモチーフに作られております。別にあのお布団がチョコレートでできてたりするわけじゃないのでご安心ください。ね、出たらもうベトベトになりますよね。お部屋に置いてあるアメニティとかもチョコレートをモチーフにできているんだそうです。とっても可愛いお部屋がありますね。そしてさっき乗っていただいた、はい、ホテルヨーロッパ前、私たちの乗り場もあります。ハーバーゲートですね。このゲートから左側が全部これハーバータウンという港町、入り口から一番奥のエリアになっているところです。で右側のゲームミュージアムありますね。その左側に白い小屋が一つポツンと立ってます。緑色の屋根、あの中には銅でできたシャンデリアが展示されているんですけども、オランダから日本へのプレゼントでございます。やっぱり17世紀のものなんですが、展示をされているこれはですね、レプリカで、本物は現在栃木県の日光東照宮に奉納されているんですね。はい、なかなかですね、見れないデザインですので、ちょっとお寺の神みたいな感じですけど、はい、ぜひね、ご覧になってください。命がけでオランダの方が船で運んできていただいたもののレプリカでございます。そして実はですね、船といえばこの建物自体も実は大型船なんですよ。はい、海に向いています。固定はしてございます。でもこれ中はゴーゴースナイパーという射撃のゲームができる。あ、来てこられました。ぜひぜひストレス溜まってらっしゃる方にはおすすめでございます。的を狙って銃を、ね、ぶっ放してください。ぜひですね、はい、ちょっと警察の方が使うような人型の的を使います。まあ、10歳以上が対象になっているんですけど、皆さんも10歳以上ですよね。はい、入れます大丈夫です。で入ってもですね、あまり揺れませんので、お船であること皆さんお気づきにならないですね。そして右側がマリンターミナルです。これ2階建ての白い大きな船が止まっていますね。これはロイヤルクルーザーデハールです。貸切船。大体結婚式の披露宴で出航することが多いですよ。何だと思ってらっしゃいました？いや、遊覧船かと思って。ああ、大きいですね。その遊覧船も昔はここにあったんですけど、今こうやってあの見ていただけるのもダックツアーだけになっちゃいましたね。はい、あとは移動用の船が出てます。ここからですね、片道50分で長崎空港まで行けるオーシャンライナーという高速船が出ているんですね。空港まで50分ということで、実は車で行くよりも若干早いです。空港ご利用の方はですね、マリンターミナルに受付がありますので、片道1960円で1日5便出ております。そして今乗っていただいているこちらのバスがちょっとね、ヘンテコリンのバス、水陸両用バスですね。ダックツアー、陸とね、この水の上運用ということで、結構珍しい車ではあるんですけど、九州ではダックツアーここだけの営業になってます。でも全国で4箇所もありますので、よそで見つけたらお願いしますね。ダックツアーという名前で営業をしているのはここだけなんです。あとはスカイダックさんとかカナダスさんとかいろんな会社が、ね、いらっしゃいますけども、大阪が本社です。大阪の大川でここで営業しています。大阪ダックツアーという名前です。で湯西川ダックツアーと諏訪湖ダックツアーで、ハウステンボスダックツアーの全国4箇所なんですね。でこの4箇所の中でここだけがちょっと違うんですけど、お気づきになりましたでしょうか。湯西川、諏訪湖、大川と大村湾の違い。お、素晴らしいお客様です。すごい知的な香りがしますね。はい、ここだけが海水の上での営業なんですね。はい、ということで使っているバスがよそとは違います。ここは淡水用の水陸両用バスを使っておりますけども、ここでそれやっぱり使えないんですね。はい、これここで使いますと錆びてもう壊れてしまいますので、運行が不可能になります。ということで今乗っていただいているこのバスは、なんと日本で1台しかない海水用に製造開発されている水陸両用バス、ね、日本で1台だけですよ。これ実は三菱のトラックです。はい、三菱のトラックを9割以上手作業で改造しております。そして使っている素材がチョウチョウジュラルミンという、あの飛行機にも使われるような特別なアルミを使っているんですね。そしてまたこのお値段がですね、おいくらかかったと思いますか皆さん。このバスのお値段、1000万ぐらい、いくら7万円ぐらいかなと言われたことがすごいびっくりしました。半分にないでした。皆さんいくらぐらいだと思いますか。このバス見づらいですよね。あんまり低い言うてもあれです、あんまり高く言うてもあれですよね。実は1億円かかって作られてるんですね。まあ、意外とかかっております。窓ぐらい入れてほしかったこのバスですけどね。はい、窓もないのに冷房も暖房もついてないのに、まあ、1億円かかっております。普通の観光バスが1台2000万から3000万円ぐらいで製造されるので結構かかってるんですね。でこちらのバスですね、もうハウステンボスで8年営業してるんですけど、まだ1億円回収しきれてないですね。はい、もうちょっとでございますので、今日2時便たくさん乗っていただいてありがとうございます。11時はい、打ち上げの場所になっているのがこちらなんですね。おー、さすが素晴らしいです。皆さんね、もうちょっと商品がないで拍手だけ送らせていただいて、すいませんね。
ね。あ、ありがとうございます、お客様。そうなんです、あの花火大会、ホースさんも結構ちょくちょくやってるんですね。年に2回の九州一花火大会、この間春の九州一が終わりまして2万発を上げております。であとはまた4月のですね、後半になりましたらゴールデンウィークですね、春の九州この世界花火師競技大会、国内予選、海外予選などがまた 予定をされております。ということでね、花火大会の打ち上げの場所は一応ここなんですけれども、どこから見るかというと、園内もちろんどこからでもね見ていただいて大丈夫です、見えるところから。ただすごく近くで見たいという方はですね、このホテルがウォーターマークホテルといいまして、目の前に今これ海のそばにホテルがありますね。これが園内で唯一のシーサイドホテルなんです。しかも打ち上げの場所の真ん前ということで、このお部屋ですね、まあ、海側の部屋にお泊まりになることはもちろん部屋の中から見ていただけますが、花火の特別観覧席というチケットが販売をされているんですね。ウォーターマークホテル前会場と書いてありましたら、このホテルのですね、目の前の階段がありますけども、椅子をたくさん並べて、でそこで聞いていただくんです。お、しかも左から今オーシャンライナーが来ています。ということで向こうの方向は、まあ、長崎市の方向で、で今見ていただいているこの青ステンボスは、ここですね、長崎県佐世保市ですね。長崎県佐世保市青ステンボス町1-1-1に開催されています。そうですね、夏休み前で毎年ここが海上ウォーターパーク海キングという海のアスレチックをするエリアになっているんですね。ここ水深が大体5メートルぐらいの地点です。なので必ずお客様にはハウステンボスのダイブジャケットいたしますので、それをつけて海の上で、滑り台とか行ってきますからね、遊んでいただくんです。毎年大盛況ですね。そして皆様がちょっと急にね、あの具合が悪くなられたりとかすると、園内にはメディカルセンターという場所もあるんですが、カウンセリングの席でございます。しかしながらちょっとね、落ち着いてほしいなと言われる方は、このウォーターマークホテルの右側の方にここからファインというドラッグストアがありますので、園内で唯一のお薬販売しているところですね。それではちょっとこちらの方に置いておかれてください。お化粧品とかお菓子などの販売がされておりますので、園の外まで出ていただく必要はございませんのでね。はい、そしてですね、今から見えてまいります、まん丸い角栓状のものが2つ、デハール号の左側にプカプカ浮いてるんですけども、これニュースでも報道があったのでご存知の方もいらっしゃると思うんですが、これ何かご存知ですか、丸いもの。さすが、今日のクイズ王ですね。はい、そうです、こちらの方なんですけども、水上ホテル、しかも移動式ということで製造がされたものです。2つ浮いてますよね。1つは和室です。でもう一つが洋室という、はい、和洋でちゃんと分かれております。お好きなタイプを選んでいただけるということなんですが、これまだ実験段階中で稼働しておりませんので、まだお泊まりいただくというですね、そんな感じの使い方をするということで、まあ、非常に面白い構想がなされています。しかもですね、このお船を作った方とちょっとお話をしたことがあったんですね、設計された方と。そしたら将来後々、例えば災害時の時のシェルターみたいに使われたらいいなというお話をねされておりました。いろんな形状の中で球体というのが一番強いという話ですね。はい、もし長い四角だったら真ん中から力を入れると真っ二つに割れてしまうということで、これですね、とっても金運に恵まれている層をしている建物、はい、お客様が泊まったら金運が上がると言われているわけですね。で、ダブツアーに乗ってこられる方にですね、昔ここに泊まったことがありますっておっしゃる方が結構乗ってこられるんですね。あ、それでお客様、ここですね、金運が上がるらしいんですけど、いかがでしたかって聞いたらですね、なんと8割ぐらいの確率で、そういうの上がった気がするとおっしゃいます。はい、信じてみたい方、一泊されてみてはいかがでしょうか。毎年ですね、あのジャンボを宝くじの前にお勧めしてるんですけれども、はい、そして残りの2割ぐらいの方は、まだまだこれからですとおっしゃいますので、はい、ちょっと一回と私も泊まってみたいなってずっと思ってますけども、ここから車で20分ぐらいのところに住んでますので、なかなか泊まる機会がなくてですね、はい、ちょっと身をもって一回実験してみたいと思います。宮殿行かれましたか皆さん、ハウステンボス宮殿、パレスハウステンボスという名前がついている、あ、行ってこられました中でね、フラワージャパンカップとあと入社店やってますね、こんな見てこられましたね。入るまで300円かかりますけど、はい、ちょうど始まったばかりなのでお花も元気なので、ぜひ今のうちに見てかれてください、ね、マム店、キクマ店ですね、はい、この展示も行っております。で、夜に行きますとですね、お庭のショーもご覧いただけますね、シュエールイルミネーションショーで、ちなみにこのね、お城が建設されたことによってテーマパークの名前がハウステンボスになったと言われるパレスハウステンボスなんですね。オランダの女王様
様が住む宮殿を日本に再現したものなんです。で、女王が住む宮殿だからこそ入り口側から一番奥に作られているんですね。敵が攻めて入ってきた時に一番最初に城に侵入されてしまうので奥に作ってあります。で、ちなみにですね、こちらの方建設中に東側の壁を3分の1壊してもう1回作り直してあります。その理由がすごいですよ。本物と全く同じに作るということを目標に作ってあるんですね。で、これ本物の宮殿とこのパレスハウステンボスと比べた時に東側の壁のレンガとレンガの間にメジっていう部分があるんですけども、来ていただいてるんですね。そしてこれが、はい、沖からでしか見れないハウステンボスの全景です。綺麗ですね。後で反対も向きますからね、移動していただいても大丈夫ですよ。はい、次の写真撮っていかれてください。お、水上バイクやってきましたね。これ皆さん何ですかね、たまに聞かれるんですけど、これはですね、これが乗ってないと車検に通らないです海の水が入ってきた時にこれですくうっていう2代目です、これ。1回目壊れたんで、2つ新しいのが変わってます。水上バイクもいますね、今日ですね。あと、ここまでが前景かというと、左側の宮殿パレスハウステンボスが一番右側にですね、一番大きく見える建物がありますよね。茶色の壁でグレーの屋根が5つついている、ホテル、一番右側の大きいホテルがホテル大倉さんです。毛布2枚目必要な方いらっしゃらないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？遠慮なくおっしゃってください。そうなんです、これが日本で一番広いと言われているテーマパークなんですね。ハウステンボス152万平方メートル、東京ドーム33個分あります。といっても私東京ドームに行ったことがないので、どれぐらいかちょっとあんまりわからないです早いですね。あっという間に向こう行っちゃいますね。波が来ません。ちょっと揺れます。まあ、これは大浦湾という、ね、海ですけど、琵琶湖の半分ぐらいのサイズの内海ですね。で、いつも内海ですごく出入り口が、はい、こう狭いので、あんまりこう波がない海なんです。だからこうやって揺れるのは、ああやってバイクとかがガーッて行った時とかですね、船が通過していた時にちょっと揺れます。そして結婚式場が見えているんですね。パレスハウステンボスの右側、朝で白い丸い屋根がついている透明のガラス張りの建物。あれがホワイトシンフォニーと言います。ウォーターマークホテルの左側ですね。白い半円状のドーム状の建物。いろんなところで挙式ができるんですけども、そのホワイトシンフォニー以外にもパレスハウステンボスの中にもチャペルがあります。はい、女王様気分で結婚式が挙げられますね。そしてアムステルダムシティの、まあ、ダンスパーティーの会場ですね。そこに教会みたいな建物があるんですね。花時計の後ろのスタッドハウス、中はギアマンミュージアムというガラスの美術館。あそこも実は結婚式ができるんですね。なので中にお入りいただいた方はね、もうお分かりかと思うんですけど、綺麗なガラスの工芸品に囲まれたチャペルが中にありますので、はい、そこですごく綺麗な結婚式を挙げられます。そして夜のイルミネーション会場がですね、アートガーデンというところですね。白い観覧車が見えますでしょうか。ドムトールンタワーの右側、はい、アートガーデンです。観覧車自体にも7万個の LED 電球がついておりますので、まあ、目印にもなりますね。イルミネーション見ようと思われた方は観覧車目指して行かれてください。で、夜にですね、観覧車乗りますと結構綺麗にイルミネーションが見えますのでおすすめですね。しかも観覧車は日本で初めて作られた白い色の観覧車です。で、名前がついてるんですけど、白い観覧車って名前がついてますねそのままの分かりやすいお名前がねついてます。真ん中の
タワーはドムトーランタワーですけれども、あれはですねオランダにドム教会という時計台があるのをこれ再現したものですね。で見ていただいているこのハウステンボスのドムトーランタワーは高さが105メートル、本物は112メートルということで7メートル深さとこれ低く建設しています。ハウステンボスを見渡したときに一番タワーが美しく見える高さというのを計算して105メートルだったということでわざと低くしてるんですね。あと7メートル高かったら何がどうなってたんでしょうね。でこタワーのですね、麓の部分はですね、まあ、レストラン台、その地下の部分はちゃんとですね、これなんかダンパーが入ってまして衝撃吸収できる安心設計になってるんですね。多少地震が来てもですね、揺れを衝撃吸収できるようになっております。そして今年の3月25日でハウステンボスが27歳のお誕生日をですね、はい、迎えさせ、あ、お客様と同い年ぐらいですね、うん、迎えさせていただいております。もうここで見る限りレンガ作りになっているんですけれども、これほぼ全てオランダから輸入をした本物のオランダ産のレンガを使って作ってるんですね。そしてオランダの建物をですね、本物そっくりちゃんと再現して作ってあります。ちなみにホテルアムステルダムなんですけども、前を歩くときにちょっと下から壁を見上げてみてくださいね。壁の一番上にですね、白い杭のようなものがついていますけども、オランダはその昔玄関の間口の広さで税金が決まっていたために玄関を小さく作ってたんですね。で入れなくなった荷物はその窓から入れていたんです。だから一番上の杭にロープとか引っ掛けてヤイシャーとですね持ち上げて入れるときに壁と荷物がぶつかりにくいようにということで、壁がまっすぐじゃなくて斜めに建設されています。だから仕方が見上げたらこうやって斜めになったことに見ていただけますので、まあ、歩く機会がありますしたらぜひ下から見上げてください。はい、そしてですね、今から国の重要文化財とかまで見えてきちゃいますとご案内しようと思うんですけれども、左側に円柱色の橋があるのが見えますかね。そうですね、はい、この左側の山の中にですね、今から国の重要文化財の萩尾の送信塔という、ね、電波塔が見えてきますのでご案内しますね。見えますかね、ここですね、今から高さがですね、なんと135メートルの高いコンクリートでできた煙突のようなものが見えてくるんですが、太平洋戦争の時のですね、新高山登れという真珠湾攻撃の暗号、あ、ご存知ですか。はい、その真珠湾攻撃の暗号が、ね、出された電波塔と言われております。電波塔が見えてきます。これですね、西海市の方に建設をされているんですけれども、西海橋って有名な見橋、皆さんご存知ですか、西海橋。渦潮が見れる橋があるんですね。西海市の方に建設がされております。今1本目が見えてきましたね、うん、あれがコンクリートでできてるんですけども、大正時代に作られてるんです。非常に古いですね、電波塔なんですけれども、とてもですね高いので、ぜひ近くで見ていただきたいなと思います。西海橋まで行きましたら渦潮祭りやってますんでね、旅行の方結構行かれる方多いです。で西海橋のところにはととも宿っていう宿泊施設があるんですけども、そこの隣にスーパートイレっていう一目円かけて作られた綺麗なお手洗いもありますので、ぜひご利用ください。美味しいたい焼き屋さんとかもありますよ。これが電波塔ですね。で近くで見たらものすごくですね、大きくてびっくりします。はい、私は現地まで見に行ってちょっとガイドさんとお話もしたことがあったんですけども、タイミングがよかったら現地ボランティアのガイドさんありますので、運河がなかったところをご覧ください。川岸がですね、最初生き物が
ておりませんでしたので土生物が発生しやすいようにということでコンクリートで塗り固めない自然の石を積み上げた石積みの岸壁で作ってあるんですね。でプランクトンとかも発生しやすくでこの大村湾のお魚も戻ってきましてで今ではもう北昇の親子とかも住み着いてるぐらい自然環境豊かな海になってるんですけどもフォレストビラーと呼ばれるコテージタイプのホテルがあります。その周辺には森があるんですがその森の中には野生のフクロウの赤ちゃんとかも観測されることがあるぐらいこの周辺はですねホーステンボスを作ったことによって自然環境がよみがえってるんですね。で自然のお話となりますちょっと短めを見ていただきましょう。赤い三角の帽子みたいなブイが浮いてますね。なんとこのブイからあっちの岸までもし落ちたら歩いて帰ります。あそこに頑張って泳いでくださいね、はい、あとは頑張って歩いていただければ向こう岸までなんと水深が80センチぐらいしかないんですね。遠浅と呼ばれるちょっと変わった地形です。通って浅い大体80センチぐらいということなのでその浅さを生かして埋め立てを行って生まれたのがこのカウンテンですね。ですごい駐車場が見えてます。これ従業員用の駐車場なんですね。ロッテルダム駐車場というかっこいいのが映ってます。ロッテルダム駐車場はですねかなり年末のカウントダウンコンサートもここで行っています。でこの車の後ろにいっぱいお家が並んでいるの分かりますよね。オレンジ色の屋根の戸建て右側のグレーの屋根の大きめの建物がマンション。これが居住地エリアのワッセナーと呼ばれる別荘地です。ゲストと言いますよ2割ぐらいの方が定住しているんですけど中古物件が出ておりますので並んでもですね130個もあります。ただいくつかですねあの皆さんぜひ、はい、見ていただけますのでホームページとかで検索されてみてください。ワッセナー、ワッセンボスで検索かけましたら普通に物件情報が出なくて大体4500万から8900万円くらいの戸建てが出ておりまして戸建てもですね3都市が付いてるものが多いんですね。生活ができるんです。なので家から直接船に乗った後に園内の運河通って大村湾クルージングに出ますので本当にお魚釣りとかが大好きな方にはおすすめの物件ですね。ハウステンボス技術センターが管理をしておりますので興味のある方はお電話をされてください。そして今からこのバスが一番難しい瞬間です。上陸ですね。はい、ベテラン船長が運転しております。このバス運転するのにやっぱりバスの免許と船の免許どっちもいるんです。大型二種船舶特定免許ウテーター船長どっちも持っているベテラン船長なんですが一発で上がれる確率約 83% ぐらいちょっと怪しいんですね。はい、ということでお客様のお力をお借りしましてまた掛け声をかけていただきます出番ですお父さんいいですか今度はせーのの後にご一緒によいしょよいしょーでお願いします。皆様の掛け声が大きいとテーターが気合が入りますので大きな声でお願いいたします。はい、でも陸地がね見えてきましたけど今からですね作業をちょっと今してるんですけど見えますかね。お水をまいてるんですが、はい、水道水でちょっと洗わせていただいてます。そうなんです、真っ白になってるの分かりますか。ミラー塩がですねついちゃうんですね。からもこんなことやってるのハウステンボスダクツオだけなんですけどユリシアとか洗う必要がないからですね。そうなんです。今ちょっとねクララちゃんがお水で洗っております。でこのバスの下もやっぱ金属の部分があるんですね。はい、なんかそこの方に水をあ大丈夫ですかちょっと浴びていただいてすいませんね。はい、お水をかけていきましてたまにわかめとかついてる時がありますのでそれを外していきます。はい、海の贈り物ですね。これが欲しい方いらっしゃいますか。大村さんのわかめ夏になったらたまにクラゲとかがひっついて上がってきてしまうことがあるんですけど園内で落としますとダックツアーの落とし物って一発で分かっちゃうんでここで外せで跳ね橋を上げます。で左側に見えている橋も真ん中から上がるようになっていますよね。であと門を開ければここから出入りができるということでなので園内の運河は大村湾の海水です。で端っこにちょっと柿がいっぱいついてますけどね呼ばれる教会風の建物とその奥にありますブランコをしている子供の彫刻がついている建物1階がインフォメーションになってますよ。ここの2カ所が夜のプロジェクションマッピングのスクリーンになっております。ここからドラゴンが飛び出してその奥からは未来への時間旅行ということで違う演目がね2つ見れますのでアムステルダムシティのを見ようかなと思ってらっしゃる方はここを覚えておかれてください。はい、そしたら最後にね1つでクイズを出すお時間になりました。
皆さん、このバスのナンバープレートを見てらっしゃいましたでしょうか。どこナンバーがついていたか。あ、すごい、皆さんすごいですね。素晴らしい。あ、本当ですか。すごい。そうなんです。皆さん疑問に思ってらっしゃるんですよね。そうなんです。なんで湘南ナンバーがついてるんですかっていつも言われるんですけども、これバスを神奈川県の業者さんで製造してるんですね。でその後高速道路走ってこの佐世保市ハウステンボス町まで来ております。はい、結構な距離を走ってきてるんですね。でこれ三菱のトラックなんで100キロ以上出せるんです。はい、ということでね、あの運転手さん恥ずかしい思いしながら、まあ、一生懸命高速道路走ってきたんですけども、はい、まあ、というわけで湘南ナンバーがついているということで、別にかっこいいから湘南で撮ってきたわけではないんですね。でこんなお話をしてたら、ゴール地点のハーバーゲートが見えてまいりました。皆さんの貴重な45分間をこんな窓のないバスに乗って風に吹かれてくれました。本当に耐え抜いていただきました。大変お疲れ様でした。で私はクリスティナですけども、他にアリエルさん、ステファニーちゃんってガイドが2人いるんですね、実は。はい、それでまた違ったお話もねさせていただきたいと思いますので、またこのハウステンボスにお立ち寄るときはダークツアーの方にもお越しくださいますようお願いいたします。はい、では皆さんのね本当貴重な45分間